大分運輸支局の輸送監査部門に勤務している宗方正則さんと西崎春人さん。2人は今年7月から国交省で発足したトラック G メンです。2024年問題って言ったところを目前したときに、トラック G メンといった形で監査とは別に、荷主を管理する部分っていうか監視する。運送業界ではドライバーの長時間労働が常態化していましたが、来年4月から労働時間の上限規制が設けられます。この規制によってドライバーが不足し、物流への影響が懸念されることを2024年問題と呼ばれています。仕事は非常にたくさんはあるんですけども、実際はそれを担うドライバーさんが減ってきている。現場とすれば100時間以上の残業をしている人が多いので、減らそうということで、そうなりますとまた人が足らない。多分数年後には今ある物量が運べなくなる。トラック G メンは運送事業者の労働環境を改善させるため、荷主への監視体制を強化。ドライバーへの無理な要望を情報収集していて、法令違反につながる疑いがある場合は荷主に対して働きかけ、要請を経て改善されない場合は勧告・公表に踏み切ります。荷主に働きかけをするかしないかっていうのは相手の意思にも左右されるんですよ。自分のところがいわゆるチクったって言われると、こう取引が止められる可能性とかが出てくるんで、相手の荷主がどこだとかいうのとかはやはり漏れないようにしないといけないというか。もう一つの特徴がプッシュ型の情報収集です。これまでの相談を受ける立場から自ら出向く攻めの立場で情報収集力を強化しています。全国では今年10月までに荷主への要請が10件、働きかけが251件に上っていますが、県内では今のところ対応事例はありません。国交省によりますと、荷主が行った違反原因行為の割合は長時間の荷待ちが半数程度を占めていて、過積載運行の要求や運賃の不当な据え置きなど悪質な行為も確認されています。この日、トラック G メンの2人は大分労働局と合同で九重町の八鹿酒造を視察。こちらでは積み荷の作業を機械化することによってドライバーの業務効率化を進めていました。ちょっと開いてもらっていいですか。何を削るかといったら、やっぱ物流のコストとかいうところに一番に回ってくると思うんですけど、その辺をやっぱりその物流の大切さ、やっぱり荷物が運ばない限りはもうおっしゃってた通り、地方はならないんですね。そういったことでは考えていらっしゃるなというのはちょっと嬉しかった。運送事業者を外部からの目で支えるトラック G メン。ドライバーを守るその先に、日本の物流を維持する大きな任務を見据えています。運送事業者っていうのがこう弱い立場にありますので、自助努力だけでは解決できない。荷主さんが労働時間短縮に向けた協力が当然必要になってくると。トラック G メンっていうのをこううまく活用していただきたい、運送会社にはうまく活用してもらいたいな。